はい、こんにちは、116インズです。以前ですね、21世紀最悪の大型契約ということで契約の方を10個ほど挙げましたが、今回はその逆バージョン、21世紀の最高の大型契約をご紹介していきたいなと思います。 MLB では一流の選手となれば大型契約をゲットすることも可能なんですけれども、ただ以前の動画でもご紹介した通り、そういった大型契約にはどうしてもリスクがつきまといまして、あまりうまくいっていないというイメージを持っている方も中にはいるかもしれません。ただ意外とですね、大型契約の中には球団が期待したパフォーマンスを残した選手というのもいまして、今回はですね、そういった大型契約のプレッシャーを跳ねのけて球団が期待したパフォーマンス、あるいはそれ以上のパフォーマンスを残した選手を10人ほどご紹介していきたいなと思います。で、今回のランキングはこちらの前提条件を元に作成しています。前回の21世紀最悪の大型契約と基本的には同じ条件で作成しています。コッツベースボールコントラクトというページがあるんですが、こちらのページを基準に契約初年度が2001年以降で契約の総額が1億ドル以上の契約を選定しまして、そのうちすでに契約が終了しているか、あるいは契約の年数の半分以上を消化した選手を今回のランキングの対象といたしました。で、このコッツベースボールコントラクトというサイトは契約途中に契約が延長された場合ですとか、またオプションの行使といったところが基本的には別契約として扱われていますので、契約途中の契約延長などは基本的には加味されていないと考えていただければなと思います。で、前回と同様に契約期間中にウィンズアボブリプレイスメントプラス1を稼ぐのにどれだけのお金を要したかでランキング付けを行いまして、前回はコスパの悪い選手プラス1勝分を稼ぐのに最もお金を要した選手がワースト1位ということでご紹介しましたけれども、今回は逆にコスパのいい選手をご紹介するので、最も少ない金額でプラス1勝分を稼ぐことができた選手が最高の契約としたいなと思います。で、前回もそうでしたが、今回も一応ウィンズアボリプレイスメントを基準にはしているんですが、あくまで結果論でお話しすることをご容赦ください。それでは早速ランキングの方を見ていきましょう。第10位、マックス・シャーザープラス1勝分を稼ぐのに490万ドルしか要していません。2014年のオフにナショナルズと7年総額2億1000万ドルの契約を結んだシャーザー。ここまでのウィンズアボブリプレイスメント 36.6 を稼ぎ出しています。ピッチャーの大型契約は野手と比べますとどうしても深刻な怪我のリスクもあったりして、なかなか大型契約うまくいかない印象があるんですが、このシャーザーに関しては毎年ローテーションを守りまして、しかもピッチングのクオリティも非常に高いと。2016年から2019年まで4年連続でサイヤング賞投票トップ3に入っていますし、なんなら2016年から2017年と2年連続でサイヤング賞も受賞し、ナショナルズにとっては2億1000万ドルの価値は十二分にあるピッチャーを獲得することができたのではないでしょうか。2019年は少し怪我で離脱する期間もありましたが、プレーオフではフル回転してチームの初めての世界一にも大きく貢献。ナショナルズ念願のチャンピオンリングを獲得できただけでも、このシャーザーをワシントン DC に連れてきた価値はあったのではないでしょうか。続いて第9位はマニー・ラミレス。プラス1勝分を稼ぐのに480万ドルしか要しませんでした。2000年のオフにレッドソックスと8年総額1億6000万ドルの契約を結んだラミレス。マニービングマニー、マニーはマニーという言葉に代表されるように、割と気まぐれな側面を持っている選手ではあるんですけれども、ただ選手としての実力は一流。この期間のウィンズアボブリプレイスメントは 33.2 を叩き出していまして、契約期間中すべての年でオールスターに選ばれている MLB を代表するスラッガーの一人でした。当時のレッドソックスはこのマニー・ラミレスと、それからデイビッド・オルティーズがどっしりとクリーンアップに座っていまして、この2人の並びは相手チームにとっても非常に嫌な並びだったんじゃないでしょうかね。毎年のように30本以上のホームランを放ちまして、契約期間中のホームラン数はなんと291本。2004年、それから2007年のレッドソックスの世界一に大きく貢献した、そんな選手なのかなと思っています。2008年の途中にドジャースへとトレードされましたが、ドジャースへ移籍してからは53試合で53打点に代表されるように非常に勝負強いバッティングを見せていたのもまた印象的な選手です。で、このラミレスは今でも現役を続けていまして、昨年はオーストラリアでプレーを続けようとしていました。はい、続いて第8位はデレック・ジーター。プラス1勝分を稼ぐのに460万ドルしか要しませんでした。皆さんご存知、ニューヨークの貴公子ことジーター。ヤンキース一筋で活躍し殿堂入りも果たした名ショートですが、2001年から2010年までヤンキースと10年総額1億8900万ドルの契約を結んで、この間ウィンズアボブリプレイスメント 41.3 を稼ぎ出しました。ジーターは個人タイトルとはあまり縁のない選手なんですが、とにかく試合に出続けることにおいては右に出る者がいないと言いますか、
ショートという非常に守備の負担が重いポジションを守りながら、この契約の期間中2003年を除いて毎年150試合以上出場していました。この間1918安打を放ってヤンキースの上位打線を支えた選手ですね。ジーターが現役の間に守備指標が発展して、ジーターは意外と守備が上手くないということが分かって、ちょっと評価が変わった選手ではあると思うんですが、ただショートというポジションでこれだけ攻撃面でプラスを稼ぎ出せる選手はそう出てきませんので、ジーターの契約は当時の契約規模で考えれば相当高額な契約ではあるんですが、非常にコスパの良い契約であったことは確かに彼の活躍を見ていますと納得できる部分があるかなと思います。はい、どんどん行きましょう。続いて第7位はカイル・シーガー。プラス1勝分を稼ぐのに450万ドルしか要しませんでした。このランキングを作っていて一番驚いたのは、まさかジーターの上にシーガーがランクインするなんて、まあ、これはちょっと予想できませんでしたね。で、このシーガーという選手なんですが、決して目立つような選手ではないんですよね。タイトル争いとも無縁ですし、またこの契約の期間中一度もオールスターにも選出されていません。それでもシーガーがランクインした大きな要因として、先ほどのジーターもそうでしたが、とにかく頑丈で毎年安定して試合に出ることができるという点なんですよね。2019年の開幕から2ヶ月ほど離脱したことを除いて、毎年ですね、ほぼフル出場に近いような試合数をこなして、でかつホームラン数もだいたい20本から30本ぐらいは安定して打てるということで、突き抜けた成績は残せませんが、毎年一定程度チームに貢献できることがこのシーガーの強みと言ってもいいのではないでしょうか。大型契約において大事なのは、怪我などで離脱する期間を少しでも減らして、先ほどのジーターやこのシーガーのように試合に出続けることが非常に大事なんだなと感じますね。続いて第6位はトッド・ヘルトン。プラス1勝分を稼ぐのに430万ドルしか要しませんでした。ヘルトンといえばロッキーズ一筋で活躍したファーストの選手ですが、この9年総額1億4100万ドルの当時としてはかなりの大型契約の中で、ヘルトンはウィンズ・アボブ・リプレイスメント 32.7 を稼ぎまして、特に契約初年度、それから2年目である2003年2004年は2年連続でウィンズ・アボブ・リプレイスメント7以上を叩き出す活躍でした。際立つのはやはりアベレージの高さで、2003年が3割5分8厘、そして2004年が3割4分7厘と、一体どうやって抑えればいいんだってくらいの状態ですね。契約の前半はおおむねハイアベレージをキープし、ロッキーズ打線を支えました。しかし契約後半に差し掛かると、年齢による影響もあるかもしれませんが、怪我で離脱することも多くなってしまい、2008年以降はなかなか思うような活躍ができない年も増えてきましたね。契約後半で少し評価を落とした感はありますが、それでも契約全体としては大成功と言ってもいいのかなと思っております。はい、続いて第5位はブレーブスのフレディ・フリーマン。プラス1勝分を稼ぐのに400万ドルしか要していません。フリーマンは2021年、今年が契約最終年となりますが、今やブレーブスの顔とも言ってもいい存在となりました。打撃、守備ともにバランスの取れた選手で、昔はファーストにしてはパワーがない点を指摘されることもありましたが、2019年は38本のホームランを放つなど、もはやそんなことを言う人も少なくなった印象です。昨年のフリーマンは短縮シーズンながらキャリアで最高の1年となりまして、打率3割4分1厘、そして OPS は驚異の11割を残し、自身初めての MVP に選出。チームも地区優勝を果たし、特にドジャースとの NLCS では負けてはしまいましたが、このフリーマンやそれからマーセル・オズーナといった破壊力満点のブレーブス打線がドジャース投手陣に襲いかかったのは記憶に新しいですね。デビューが早かったのもあると思いますが、意外と今季が31歳のシーズンとまだまだ若く、昨年のような活躍ができればこのオフももしかしたら長期契約を再びゲットできそうな気がしています。正直ブレーブスを離れる姿が想像できませんが、どうなるんでしょうかね。はい、第4位はカルロス・ベルトラン。プラス1勝分を稼ぐのに370万ドルしか要していません。ベルトランは何球団か渡り歩いていますが、今回ランクインしたのは2004年のオフにメッツと結んだ7年総額1億1900万ドルの契約でして、この間にベルトランはウィンズ・アボブ・リプレイスメントを 32.3 稼いでいます。2000年代を代表する5ツールプレイヤーといえばという質問があったら、間違いなくこのベルトランの名前が上がってくると思っていまして、メッツ移籍1年目こそ打率2割6分6厘、そして OPS 7割4分4厘とニューヨークの重圧にやられてしまった感がありましたが、2年目はホームラン41本、 OPS 9割8分2厘と大爆発。大型契約にふさわしい選手であることを自らパフォーマンスで証明しました。その後もメッツで活躍を続けましたが、2009年2010年シーズンは怪我の影響もあって、いずれもシーズンの半分以上欠場することになってしまいましたが、2011年は復活の1年を
送り、メッツでは98試合で OPS 9割4厘と活躍すると、夏場にジャイアンツへとトレード。その交換相手が後にローテーションで活躍したザック・ウィーラーでしたので、最後までメッツに多大な貢献を残した選手でした。ベルトランはその後もベテランらしい活躍を見せて、殿堂入りも間違いなしと思われていましたが、皆さんご存知の通り、アストロズでサイン盗みに関与していたことが名指しで公表されてしまい、選手としての名声を怪我してしまいました。本当に素晴らしいキャリアを送っていただけに、この一件は残念でなりませんね。ということで、ここまで4位までご紹介してきましたが、ここまで出てきた選手たちでもなかなかそうそうたる面々ですよね。どの選手もスターと言えるだけの活躍を残した選手たちですし、1億ドル以上の契約をゲットできたのも納得できる部分が多いかなと思っております。しかし MLB とは恐ろしい世界で、まだ上には上がいるんですね。トップ3をこれからご紹介していきますが、もしかしたら皆さんもある程度見当がついているかもしれません。それぐらいこれからご紹介する3人の選手は圧倒的な成績を残しています。ではトップ3を見ていきましょう。さあ、第3位はミゲル・カブレラ。プラス1勝分を稼ぐのに330万ドルしか要していません。カブレラは今でこそタイガースとの大型契約が残念ながらチームにとって重荷となってしまっている感がありますが、カブレラがマーリンズからタイガースへとトレードされ、その直後に結んだ8年総額1億5230万ドルの契約はむしろバーゲンでした。この8年間でカブレラはウィンザボリプレイスメントを 46.5 も稼ぎ、さらには270本ものホームランを放ち、タイガース打線を牽引。特にすごいのが、2012年と2013年の2年間で、まず2012年にカブレラは打率3割3分、ホームラン44本、そして139打点で45年ぶりの三冠王に輝きまして MVP を受賞すれば、翌2013年は前年をさらに上回る活躍で打率3割4分8厘、OPS10 割7分8厘。この年もホームラン44本で2年連続の MVP を受賞しました。ヒットを打つこともまたホームランを打つことも高いレベルで全部できたため、正直この時期のカブレラはホームランにされなければ全然 OK と思ってもいいぐらい打撃面で突出した存在で、ダルビッシュ選手も以前全ての能力でトップとこのカブレラを称賛していましたね。はい、続いて第2位は、まあ皆さんも予想できたと思いますが、人類最高の野球選手との呼び声が高いマイク・トラウトですね。プラス1勝分を稼ぐのに310万ドルしか要していません。トラウトの契約はもともと2015年から2020年までの6年総額1億4450万ドルの契約でしたが、現在はこの契約を延長するという形で12年総額4億2650万ドルの契約になっていますが、今回は最初に結んだ6年契約を前提に算出しました。先ほどのカブレラは8年間でウィンザーボールリプレイスメント 46.5 を稼いでいましたが、このトラウトは6年で 46.8 も稼いでいまして、年平均のウィンザーボールリプレイスメントはなんと 7.8。 まあ意味がわかりませんし、しかも短縮シーズンの2020年を含めてこれなので、トラウトの野球成人ぶりはとどまるところを知りません。トラウトは当たり前のように OPS10 割超、あるいはそれに近い成績を残していまして、世界最高のリーグである MLB において一人別格の存在なような気もしています。あまりにすごすぎて逆に現実感がないような選手ですよね。まだ今季が29歳のシーズンで全盛期真っ盛りな選手ですが、このまま活躍することができれば MLB 史上最高の選手、あるいはそれに近い存在にもなれそうですよね。あとはワールドチャンピオンにさえ手が届けば、トラウトに関しては文句のつけようがないですが、エンゼルスはこのトラウトを中心として勝てるチームを作ることができるのでしょうか。そしてこのトラウトを上回る21世紀最高の大型契約となった選手が、エンゼルスでトラウトとチームメイトであるアルバート・プホルス。プラス1勝分を稼ぐのにわずか170万ドルしか要していません。プホルスは現在のエンゼルスとの10年契約は、正直パフォーマンスという面ではちょっと微妙かなと思ってしまいますが、この前のカージナルスとの7年総額1億ドルの契約は、今考えるととんでもないぐらい安い契約で、プホルスはこの間ウィンザーボールリプレイスメント 60.6 というちょっと考え難い数値を残しています。契約期間中のプホルスは先ほどのトラウト並みに理解不能な成績が並んでいまして、まず7年間の通算 OPS が10割6分1厘。繰り返しますが、単年の成績ではなく7年間の通算でこの成績です。わけわかりませんよね。でさらに MVP 受賞が3回。プホルスがあまりに NL の MVP を独占して他の選手がかわいそうなので、モーストバリアブルプホルス賞で表彰すべきだみたいなジョークもあったような記憶もあります。
3割30本100打点は当たり前のように全ての年で達成し、なんなら30本打った年よりも40本打った年の方が多いですね。ポールスは間違いなく2000年代最強のバッターだと私は思いますし、多くの人も同意見かと思っています。今季エンゼルスとの契約が満了した後に引退するのではないかと予想する声もありますが、個人的にはできれば700本は達成してほしいなと思ったりはしますが、プホルスの今後も注目です。ということで今回はコスパという観点から成功した大型契約トップ10をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。先ほども話しましたが、今回出てきた選手たちの活躍を見ますと、彼らが大型契約をもらえた理由がよくわかりますし、また大型契約というプレッシャーを跳ねのけ、高い期待に応える、あるいはその期待すら超えていく活躍を見せる選手たちこそが超一流の選手たちなんだなと実感しました。このオフも大型契約に関する話がいくつか出てきましたが、どのチームも契約を結ぶに際して今回のトップ10の選手たちのような活躍を期待して契約しているんでしょうが、現実は以前ご紹介したワースト10の例もあったりと、なかなか難しいようですね。今回はウィンズ・オブ・リプレイスメントという観点からトップ10をご紹介しましたが、皆さんにとって成功だと思う大型契約あるでしょうか。そちらについてもぜひコメント欄などで教えていただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。